ザ・テレビジョンをご覧の皆様、北村匠海です、今日はかき氷を作りました、5色、5種類作ったんですけど、練乳とか抹茶とかちょっと僕初めて食べた味があったのですごい楽しかったです。あとなんか氷をこう回すとか初めての体験だったんで、我ながらうまくできたかなと、事件ありましたけどすごい楽しくできました。ちょっと夏これから始まりますけど、この夏が楽しくなる気がします。ぜひとも来週ご覧ください。意外に暑いですね。海の家でこんなお兄さんいたら超嬉しそう。超嬉しそう。枠にとらわれない表現したあの枠にとらうまいな。甘々だ。はい、で右手そうそう指の、うん、かわいいっす。いや、うまくできてます。かわいい。ミルフィーユですね。ミルフィーユだな。甘いぞ。そして現れない。あ、オッケー。ちょっと一回パイナップルを埋めて。かけて。練乳だ。下にはたっぷりあるところがないから。美味しそう。練乳だけ美味しいですね。ちょっと辛い。美味しい。抹茶が一番好きかもしれない。はい、切ります。いいよ。はい。